ときこです。今日はあなたへのメッセージということで、サクサクっとやってまいりたいと思います。選択肢はこちらから A、B、C の順番です。気になるカードまたは好きな石をお選びください。気になるカードと好きな石が異なる場合は、どちらもお聞きいただいて、自分の中にすんなりと入ってくる部分だけをお受け取りください。それでは始めてまいります。はい、それでは A の方からメッセージを見ていきたいと思います。はい、タリスマンの逆位置です。人は毎日、一日の中でも常にいろいろなものを選択しながら生きています。朝起きるか起きないか、着替えるか着替えないか、カーテンを開けるのか開けないのか、エアコンをつけるかつけないか、何を食べるのか、小さなことから大きなことまで常に選択の連続です。あなたは今大きな選択を迫られていますか？もしもこれまでのあなたの人生で、あなたが選択したことによって嫌な経験、不快な思い、そういったことが多いなと感じるのであれば、今回は今までの自分が選択をしないであろう内容を選んでみてください。大きな事柄でなくても、日常の些細なことでも、普段自分が選ばないような内容、それを選択することによって新しい出来事に出会えるかもしれません。今日はあなたが普段選択をしないであろう道を選んでみてください。そういったメッセージです。A の方はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、それでは B の方を見てまいりたいと思います。うちのレオです。女の子です。はい、それでは B の方。ストーンフィールズ。嵐の絵が描いてあります。これは嵐が起こりますよというのではなく、あなたの周囲、あなたの環境や、あるいはあなたの内側に何か混乱することが起こっていませんか？嵐というのは人間にとってはとても脅威ですが、地球にとっては風で木々を揺らしたり、海の水をかき混ぜたり、または植物の種をまき散らしたり、そういったことで地球の浄化、地球の大掃除とも言われています。嵐にも終わりが来ます。その後には太陽の日差しが届き、きれいな空気、きれいな水、また豊かな自然がやってきます。もしもあなたの中で、またはあなたの周りで何か混乱するようなことが起こっているとすれば、またもし起こるとすれば、もしかしたらあなたがこれまで気づいていたけれども、あえて波風を立てないようにと見送っていたこと、そういったことにいよいよ向き合う時期なのかもしれません。何かを大きく変化させようとするとき、大きな揺さぶりをかける必要があるかもしれません。それを恐れないでください、といったようなメッセージです。何か参考になれば幸いです。はい、それでは C の方へのメッセージです。はい、これ変容のカードが出てきました。中央にまさに今サナギから蝶が生まれたところです。蝶は幼虫からサナギ、そして蝶に変容していきますが、サナギの中でこれまでの幼虫の体を一度液体化して、美しい羽の蝶へと変容させ出てくると聞きます。あなたの中に何かモヤモヤしたもの、違和感、そういったものを感じているとすれば、あなたの変化の時を迎えているのかもしれません。これまでの自分の中の常識や古い考え方を捨てて、新しい自分へ変化しようとしていることを受け入れてください。そのためには不毛な人間関係、または悪習慣、自己否定をする心、低い自尊心、そういったものを手放さなければいけません。その時には大きな痛みを感じるかもしれません。それでもあなたは今新しい自分へ変化をしようとしています。必ず美しい蝶へと変化していきますので、恐れず変化を受け入れてください。そして様々な不要になったものを手放してください。そういったメッセージです。はい、それでは C の方終わりたいと思います。何か参考になれば幸いです。はい、それでは今日のあなたへのメッセージでした。ありがとうございました。